尾沼雄一は、日本の映画監督。日本映画監督協会会員。テキストエディター、オーズエディターに制作者。妻は、脚本家の石川美香穂。茨城県西茨城郡岩間町出身。法政大学経営学部卒業。1965年12月3日生まれ。茨城県西茨城郡岩間町出身。土浦第一高等学校。 厚生大学経営学部卒業後、映画監督、今村昌平が創設した日本映画学校に入学。1995年卒業制作として監督した映画、チャンスコールが今村昌平賞を受賞。同年、文芸座で劇場公開を果たす。卒業後、井田義偉、池田敏春、小方明、雪貞佐尾、竹内嗣、服部と則。 ラサール石井、金田隆鳥居国夫の監督のもと、助監督として、現場経験を重ねた後、2003年、自殺マニュアルに中級編で、商業作品の監督デビュー。2005年、ニューハーフダンク。2007年、秋葉などで、独自の世界を形成して、映画秘宝誌にて、大月賢治が年間ベスト10に選出。その後、童貞放浪記結び目。 ヌードなど、国内外の映画祭にも招かれる。1993年、1995年、2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2012年2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年。ありがとうございます。